ヘアサロンでフォーエバールークスの斉藤です、よろしくお願いします。今日は、簡単に明日から売上を、上げるためのまずマインドの話をしていきたいと思います。すぐなんか売上上がるわけじゃないんですけど、でもやっぱりその辺気をつけると、絶対リピート率だったり、客単価だったりも、上がると思うので、その辺を話していきたいと思います。